さあ本日私はですねすごい幼稚園生発見いたしましたのでちょっとインタビューしてみたいと思いますこんにちはこんにちははいえお名前教えてくださいクリア日向ですはいえ日向くんなんですがただいま日向くんがやってるの何ですかゲームですゲームゲームをやられてるということでねもうクリアくん日向くんいつ何歳ですか5歳です5 5歳 5歳でですね、とてもすごいゲームやっています、えー。ちなみにどちらの幼稚園生、幼稚園通ってるんですか？3組です。<laughs> なるほど、どこかの3組通ってるそうですけどね。今ゲームをしながらですね、インタビューに答えているんですが、どれぐらいやってるんですかこのゲーム？5回です。5回？5回ぐらいやってるの？どれぐらいからやってる？楽しいから5回。 楽しいから五回ということでですね。まあ一日五回程度やっているんでしょうか。っていうことでですね。まあ五歳のね、えー、お子さんがね本当に本格的なゲームをされているということで。おっとよっしゃということで今勝ったんですか。ジェースに勝った。はい今ねまあドライビングゲームをねされているんですが何歳からしてるんですか。うーん五歳から。五歳からじゃあ最近からだね。じゃあ。 もう上手、誰にも負けない。はいじゃあヨミダンソンのゲーマーになりますね。はいはい。はい、<laughs> もう力強くはいと答えていただきました。日向君でございます。じゃあね、えー、将来何になりたいですか。うーん、怪獣です。怪獣？怪獣あ。怪獣。ねえー、ゲーマーがスゲーマーの怪獣だそうです。目指すのはね、ぜひねまあこれぐらいので、ね、え、ね、えお子さんがねぜひね楽しんでいるゲームでございますがね。 ちょっとやりすぎには注意してくださいね。はい。ね、はい。ち <laughs> っけない、たけない。声が聞こえてますがね。ひなたくん、ありがとう。ありがとうございました。